DeNA は守備、守備だから、阪神、阪神はちょっとの打たんすぎるけど、やっぱりさ、今まで阪神が伝統的に優勝してた時、やっぱりね、投はまあまあ、あの現実に今、あのセ・リーグの中で、チーム防御率1位よ、はい、チーム防御率1位で、ダントツの最下位なんてありえんよ、そうですよね、打つ方もちょっとの、頑張らないけんけど、どこにメス入れます？まあ、やっぱり去年がね、勝ちょったのはね、マルテとサンズがやっぱり打ちょった。まあそうですね、サンズが特に勝負どころで強かったですよね。いやあのね、いいとこでスリーラン打ったりとかさ、ね、いいとこでやっぱりホームランが出るというか、右のね、やっぱりね、バッターがいいのがいないと、大山がそこそこ打ったら勝てるようになる。あれってなんでこうやって、お前、こうやって打つの、ね、こうやったら、こうやろ違う、ちょっともう一回やってみてください。だからこうやってやったらこう打つから、こうやったらこういうにこう入ってたらスッと、まあ最短をこう通す、ね、そうそうそう、豊もここでこう置いとったけどさ、クッとなるんですね、最初の前こう置いとったのはこうしたり、あいつこう置かずにこう置いた方がいいんじゃないか、かえって僕はね、肩に力入れるのが嫌だったんですよ、うん、で上に構えるとどうしても肩って張るじゃないですか、うん、だから下ろしたんですよ、うん、それと飛びつくと亜脱臼してくるでしょ、うんうん、そうなると上がってこないんですよ、そう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 、だから力を抜くために下げたんです、そう、今最近残ってさ、はい、下げるやつもいいし、はい、山川はなんで打ち出したか知ってる、下げたからじゃないですか、そうない、で今ねいい香水使ってんのよ、ユニオン香水、香水今ほんといい匂いしますよね、いやみんな香水してんのよ今、ね、なんでわかる、知らないです、あのね、右バッターなら左、左バッターなら右肩にね、すごいこうリラックスする香水があるのよ、あれをこうピュッと引っ掛けてね、と吸ってフッと下ろして、これで待つの、だったらやっぱりさ、人間っていい匂いをすると鼻孔が開くの、これ知ってた、言うなよお前、プロ野球ニュースで、いや明日言いましょうか一緒に出るじゃないですか、いや言うなよ、いやそれで山川それで打ち出したの、リラックス、鼻孔が開いてるんですか、だから鼻孔ってさ、そんなに開かない、ずっとずっと開いたら大事やん、だからその匂い嗅いだら、いい匂いとかでスーッとしてリラックスして、さあ、いらっしゃい、ゴーンってカーブカーブいただいて、バックスクリーンホームラン。で、昨日だってお前、甲子園の左中間に。誰かのインタビューで、今日は誰々さんの香水がいい匂いしたんで香水を借りたみたいな。そうなんよ。新庄がデビューした時に、つけとったのは、新庄とね、一茂と。池山はね、あれあの洗剤の匂いか分からんけど、わしがさ、汗くそないな思って、なんかええ香水しとるな思ってからさ、で、一茂もええ香水してたね、これな、だからこれ、あいつらの走りなのよ、で、古田がさ、おお、新庄、いい匂いがするなって言ったら、新庄、次の日プレゼントしたらしいよ、うん、わしが言うても持ってこんかったけど、新庄。こいつはやっぱりあの嗅覚あったよね、古田はおそらく世に出るじゃろうので立つか世に出んじゃろうので、そんなことはないですよ、バカにすると思う、でもそういうことを披露するのは一番立つかさんじゃない、いやバカにすると思うよ、わしはそんなことはないですよ、いやほんまに、おいお前が新庄かいったら、ワンストライク男前だろ言ったら、ツーストライク、フォーカスフライで気をつけよう、中間視気をつけよう、言ったら三振しとってやっぱそうやってつぶやいていって、だけどわしはあの人がええけ、お前なんかにつぶやいたらさ、お前なんてうさちょっと静かにしろよ、助かはんとか言ってこう言うて集中するじゃないか、そういうやつにはもう絶対喋るんだけど、新庄みたいに聞き入るやつには絶対喋らなかったよ、あこんなことして打ち取ったら神様に罰が当たるな思って、本当ですか、新庄それ以来一回も喋らなかった、新庄こんにちは言ったら、あ新庄今日は何も言わんけ、落ち着いて行ってくれと、ゴーンって言ったら、やっぱそんなもんすか、いや亀新でねデビューした時にはね、かっこええな、こんなええコースにつけやがって、ね、この野郎も言いながらも、やっぱバッターとしては覚えてます、憎めんかった、憎めんかった、おおこうやって打ちょったよ、うまいこと打ちょったよ、インコース強かったよ、でね若いのにねスライダーうまいことこうポンと、今あいつが選手に言ってるじゃない、うん、追い込まれたとスパッとにしなさいと、はい、あれはね若い頃からできよった、でやっぱり手首が強いから、あのうまいことコーンと打ちよった、うん、でわしのあの時にはすごい前守っとってさ、センター前行ったなと思ったら必ずサッと取られて嗅覚あった守備位置の、まあそうですね、天才だったね、そうですね、もう天才天才、田塚さんちょっと話変えていいですか、まあまあ阪神まで行ったんで、まあ、阪神まで行ったけど、じゃあお前あと最後最後最後他の球団は、いや他の球団ないんだよもう、まあ、あれもうセリーグでいい、もういやいやいやセリーグ全部全部いたかよもう今、いやあれ僕はどこ残ってないかいの、残ってない、あれ
もう6球団言った ?6 球団言った言ったかいの広島、中日広島えらい長かったし DeNA、ヤクルト、阪神、巨人行きました独立リーグはええかいや、いいっすいらないいや、僕あの聞きたいのはいいキャッチャーがボンボン出だしたじゃないですかまあ、例えば広島だったら坂倉にしたって、まあ、中村翔征もそうですよねで木下もそうですよね中日ので長坂阪神長坂ねとかあとヤクルトは内山とか古賀松本とかいるじゃないですかいるソフトバンクの渡辺陸ね陸あれはねすごいじゃないですかあれわしのねヘッドコーチ時代の背番号つけた何番ですか79今つけてるのよ本人はさこれコーチの番号じゃないわしは期待されてないなと思ったらしいんよ、うん高谷いうバッテリーコーチがあるんだけど、はい、わしがやっぱりあの彼を大事にしてたから彼が陸に言うたらしいよこの番号はいい番号なんだぞとね 2,3 年前まででヘッドコーチやってた達川がつけたね79中村晃と柳田を合わせたような選手になれという番号じゃないかお前でわしキャンプに行ったのあと高谷がわしパッと見つけて出してきたよ達川のよしよしって言うおおお前にコーチになったキャッチャーフライ上げる前らしいじゃないか言ったらはいものすごくうまいのこれ、うん、キャッチャーフライめちゃくちゃ上がるんよ難しいですけどね選手時代からもう上げよったよ、うん、試合で、はい、試合で試合でねキャッチャーフライ試合でね振り遅れて上げてたよだから今コーチになっても上げるうまいのよ、うん、キャッチャーフライめっちゃ高く上がるのよでリック連れてきて達川さん栄光の背番号をこいつにやりましたからお前じゃない球団がやったんじゃないかって思いながらわしは球団がバカ野郎お前3年も空けとってわしをひょっとしたら呼び戻してくれるんかな思って期待しとったら陸にやってあもうこれで二度とソフトバンクに帰ることはないなと思いながらでそいつにおおええ番号はそれはお前月がある番号だけ大事にせよ言ったらはい言うてもう月があったの知ってるお前1打席目ボーンホームラン2打席目またホームラン3打席目タイムリーもう打点よいやあの体の使い方ちょっとできないですよいやいやいいバッティングしてるすごい、うん、いやだから、うん、その中でキャッチャーとして、うん、達川さんが一番注目してるの誰ですか注目いうかいやまあ期待してるの期待とかそういうするやつはそれは評論家としてはそれ言うたらタブーで誰がいいかいって言うのえらい硬いですねいやいやそうやのって、うん、それ失礼なんじゃないいやだからじゃあ誰がいいですかまあやっぱりキャッチャーミット持ったらやっぱり甲斐がうまいよ甲斐がうまいキャッチャーミット持ったら、うん、まあそれレギュラーじゃないですか、うん、若手で例えばこれからっていう松川とか、まあ、安田とか松川どうなんですか松川これはね昨日サイン違いで取れなくて審判えらい目を覆ってましたいやいやいやガーン言ってそれはまあ彼もね頑張ってるけどもう出来上がってるからだから大体若い子でパッと見た時にこいつあ地形だけはめちゃくちゃ強いなとかさ、はいはいはい、そういうの過去にいたじゃないそういうのを育てるの面白いんだけど松川みたいなの育てるのあんまり面白くないの、はあ、キャッチングもある程度出来上がってあのスローイングもこう取って早いけど地形が、まあ、あんまり強くない強くないからあんまり中村武史なんかが多いじゃないあの時はもう、うん、星野さんが言ったけど地形だけはもうめっぽう強かったからそうです、ね、当時の正キャッチャー中尾を押しのけて出たんだからねでも松川は伸びしろという面では、うん、そのままレベルアップはしていくけど、うん、キューンとは来ないというキュンと来んような気がするな、ね、あのやっぱりでも高校1年生でできることは素晴らしい認めるいやだって完全試合やるぐらいですから、まあ、佐々木朗希がね何投げてもやっぱりええわけいやただそれを取るっていうのがおい、はい、誰でも取れるよね高川学園の生徒の、まあ、大船渡のキャッチャーでも取ってたんで僕覚えてるのは江川さんが大学4年の時に日米野球のセレクションで一緒になったんですよ、うん、僕1年の時に、うん、で江川さんがブルペンに入った時に、うん、駒沢のグラウンドでやったから、うん、駒沢の1年生が手伝いに来てたんです、うん、キャッチャーで、うん、で江川さんがブルペンに入った時に江川さんが一言、うん、君は取れるかなって言うから、うん、取ろうっすとか言って、うん、それプライドもありますよね、うん、で江川さんがガーンと投げたら、うん、そらしたんですよいやだから、うん、やっぱそのぐらいの差はあんのかなと思って、うん、いやだからそれは習うより慣れるで、うん、分かるそれらは前例えば江川が高校の2年生の時一番早かった、うん、今変わってるけど小倉のキャッチャー、はい、キャッチャーでね小倉取れよったもん取れる、まあ、慣れだ
慣れない。だから大船渡の及川いうキャッチャーがいるんだけど、今東北学院かどっか行ってるけど、はい、それで普通は失礼だけど、プロも入れない実力のような、まあ4年後入るかもわからんけど、それが前、おいロッキー来いってからさっさっさっさ取れよったわけだけ。そうか、そりゃ取れるよね。なるほどね。それは慣れだけ、高校生でも取れるわけだけ。それはローキーがまあじゃあ取れんけいって軽く投げよったか。まあそうですね。それはもう全力投げて、まあ決勝戦投げれんよぐらいだから、それはまあ取れるよね。だから松川だってキャンプからさ、ローキーの球まさかのまま取ったら受けれる、まあ慣れてる、ね、豊かが例えばすぐキャッチャー今なりました、ローキーの球怖いけど3日あったら取れるようになる。そうですか。アクション取れるよ。そのワンバウンドとかなんとかいうのは別よ、技術がいるから。わしだったらもう3球見たら取れる。そうです。まあそれはそうですよ、ね、そういうことはそうです。ただバーッとこう取れんようなとこをこう手伸ばして取らなきゃいけないのは取れんけど、この辺だったらさっと取れるよ。音は出んかわからんけど。今度達川さん、うん、また出てもらった時に お互いその練習場行ってやろうや、やろうや、ちょっとあのフラフラしてんのストラックアウトコツを。なんでか言ったら、わしも冗談じゃないけど、今広島を行けよんだけど、キャッチングわし一番うまいよ。広島のやつだったら楽勝取れるよ。まだついていけます。楽勝よ。僕この前ね、バッティングセンター行って100キロですよ。えらい速い感じるんですよ。でも打ったら打てました。打てる、そりゃそうよ。お前やっぱりね、あの一回覚えたね技への忘れないよ。やっぱりあのバットの出だけはもう自慢してもいいよ。バットの出、うん、わしはね一番最初にあの中央とやった時にさ、大学の時に、はい、たたら学園どこのガキが来上がったんか思ったらいきなり打たれたけんな。びっくりしたよ。お前いきなりレギュラーだったもんな。春から、ね、春からセカンドで出上がってから、あれでお前と末川やつにさ、キャッチャーの末継ぐね、お末継ぐ、はい、あれ末継ぐじゃない、末川や。あ、末川さん、お前がにせよ、間違うなよお前。末継ぐじゃない、ね、末継ぐいたら、はい、お前あの柳川から来たやつじゃないか。お前らもう宮井さんがさ、若かろうが誰だろうが実力主義だったからさ、プロに行けそうな人を使うんですよ、ね、そう、すぐお前出てからさ、はい、挨拶の船長、おいあるらお前たたら学園らしいじゃないか、いたら知らん顔してカーンと打ち上がって、知らん顔してましたよ。なんか知らんかったよ。聞こえんかったんかもわからんけどの。いや、まあ、そらね、僕らなんか甲子園出てないじゃないですか。で大学野球行って達川さんがマスクかぶってる、あの達川さん甲子園で全部スクイーズを見破って外したっていう、いやそれはスーパースターですよ、僕からすると。だから恐れ多くて挨拶なんかできないですよ。いやそれまで中央カモだったのよ。そうですか、わしらの。いやでもカモだったじゃないですか、ま、いやそうじゃない、いやいやそうやろって松沼がおったからさ、まあ、やっぱりさめっちゃ良かったよ。力ありましたね。力あるしね。でもお前らはあの結構打たれよったよ。そうですか、ね、打たれよったら間違いない。わしはもう記憶しとるけ、何打数何安打までは分からんけど、お前は確かにしぶとかったもん、入った時から。先週のね、ウルシバタとかね、中尾とかね、あれはしぶとかったわ。で話ちょっと戻していいですか。戻さなきゃ、あのキャッチャー、キャッチャーだから、キャッチャーで一番達川さんが見て魅力を感じるキャッチャーって若手ですよ、レギュラーじゃなくて。誰ですか。誰ってさ、やっぱり全体的にね、わしはまずちょっと誰いうのを言う前に、こういうことができるけこいつだいうふうに、言ってください。あのやっぱりの扇の要っていうだけあってね、扇、はい、って分かる、こうなるだろ、分かりますか。キャッチングってさ、こういうふうに使わないといけない。はいはい、去年の NPB のパスボールの球種で一番多かった球種はさて何でしょう。これあったら前本物よ。お前あの左のスライダーで当たり。お前すごいな。いやこっちが一番難しいし、当たりよ。これはフォークがもうだよ。いやいや、これは止める練習してるんで、膝が先に降りれば止められますから。人間の手ってさ、こうやって構えてさ、こうはいきやすいんだけど、こうひっくり返すってね、頭で考えてやればできるんだけど、いざになるとこう構えたら次第のスライダーこう来るだろ、こうやって取っちゃう。だからこのラインから外れたボールをこうやって飛んでいくやつを、パスボール。だからあの今のロッテの加藤とかデビューさせてもらったけどさ、結構やってから足教えとるけ、加藤って去年出たじゃない、中日からトレードで。肩だけはもう貝より強いよ。めっちゃ強いよ。強いですね。三重高校出身、青学、もうすっごい強い、めっちゃ強い。それはあのロッテで一番強いのは加藤だ。肩だけはな。肩だけはね、うん、だからまあ期待するのはね、だから小林誠二なんかもね、古田の真似してるんだけど、古田はこうやっててもこうやって取れたの。
そうですよね。なぜ古田がこの横使いになったか分かる？知らないです。昔こうベンチから